広島市安佐南区の東野小学校です。この日から今年度の給食が始まり、子どもたちは大興奮かと思ったら、いただきます。いただきます。もうみんな黙って食べるのに慣れてしまって、3年生は入学以来の黙食が当たり前になっているようでした。お味はどうですか？おいしい。よかった。好きなメニューは何ですか？ココアパン。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 ココアパン好きな人。はい。すごい好き。給食で一番好きなのは何ですか？広島カレー。広島カレーか。シチュー。シチュー？色とりどりだからです。親子丼です。なるほど。卵が大好きです。卵が大好きな。ふわふわだから大好き。親子丼好きな人。はい。かなり好きな人多いね。ところがこの親子丼など卵を使ったメニューが今ピンチを迎えています。卵はその鳥インフルエンザで鶏卵がもう全然手に入らないというところで、使用量を減らしてくれというふうに教育委員会から通達が来ています。実は広島市では今月から給食に使う割った状態で納入される液卵の量が制限されていて、センターで調理するメニューはすでに変更されています。6月からは県内産の卵の供給量が去年の半分に減るため、自己調理のメニューも変更せざるを得ません。上清田さんが献立作りを担当する10月分で言えば、予定していた使用量の3分の1にまで大幅な減量となります。もう献立変更ももう仕方がないかなというところで、3分の1って言ったらもうほとんど使えないので、親子うどんって言って鶏肉と卵が入ったうどんがあるんですけれども、それをもう肉うどんに変更しようかなと思っています。親子うどんは肉うどんに、もずくスープには卵の代わりに鶏肉を、あと2回の卵入りメニューも使用量を減らして対応します。ただし減らせばいいというわけではありません。そうですね、タンパク質だったりエネルギーも減りますね。で鉄も落ちるので、卵を使えないと価格の面も制約がありますので、 あんまり高額なものをこの一気にこう卵の代わりに入れるっていうのは難しいです。なるほど。とっても大変。給食の献立は栄養価の他に費用面での条件や塩分量、アレルギー対応の回数などさまざまな制約の中で作成されています。なかなか悩ましいところではあります。ただ卵を減らしてでもいいものを出したいと思って、みんな栄養士は考えています。給食での卵の制限は今のところ12月まで続くと見られています。まあ、広島市では自己調理分の卵、県内産なんでかなり減らさなくてはいけない状況となっているんです。ただ栄養教諭の皆さん、本当いろんな努力されて何とか乗り切ろうと工夫されています。例えば三数炭、卵のふわっとした食感が人気ですけれども、これをちょっと具材変えて春雨スープに変えたり、卵と野菜のソテーに関してはこの卵を抜いて野菜ソテー、そういう形に変化させているんですよね。でも木村さん、本当に予算であったりとか栄養だったりいろんな制約の中でその卵不足を乗り越えなきゃいけないわけですよね。だから振り返ってみると、給食ってお腹いっぱい食べれたじゃないですか。でその時にちゃんと栄養もしっかりつくように作ってくれてた部分の重要なのが卵ですからね。それが使えないんですから、本当頭が下がりますよね、メニュー考えてもらうのにね。そうですよね。だから単純に親子うどんを肉うどんにすればっていうことでもないわけですもんね。ないです、もちろん予算面もあります。その予算内に収めなくてはならないというのがありますし、あと メニューが被らないかなど、例えば前の月と同じメニューなかなか出せないよねっていうのはあったりして、給食にはさまざまな、あとアレルギーなどのチェック項目もありますから、いつもいつも変えればいいという、そういったわけではないということなんですよね。卵
卵って本当に効率よくいろんな栄養分を摂取できるっていう意味で、うん、本当にもう食卓にも欠かせないものですし、成長過程の子どもたちにはもうなおさら食べてほしいものではありますもんね。本当子どもたちにとって大事な、うん、大事な、まあ、食材を扱うこの給食なんですけれども、県内の卵の流通量、果たして一体元に戻るのはいつなのかということで県の畜産課が聞いていました。県産分の流通量が元に戻るまでには1年以上はかかる見込みだということで、そこまではいろんな試行錯誤が必要なのかなと、皆さん努力も必要なのかなということですね。はい、以上深掘りニュースティグでした。